キンプリ再会の期待、岸優太が、年内の誓い、果たせるか。今年の大晦日、旧ジャニーズ事務所から脱退したメンバーによる、金プリ再開がファンの期待を集めています。ジャニーズの看板イベントである、NHK 紅白歌合戦、と、カウントダウンコンサート、が不参加となった中、長瀬角、高橋山、岸優太の3人が、年内の誓い、 を果たせるかが注目されています。この年内の誓いについては、岸優太が長瀬角と高橋山との再会をファンに誓ったもので、その舞台はどこになるのか、どのような経緯があるのかを詳しく見ていきましょう。岸優太の任せて再会の約束。旧ジャニーズ事務所を離れた岸優太は、今年の大晦日に開催される NHK 紅白歌合戦。 と、カウントダウンコンサートから外れる中、長瀬角と高橋山との再会を約束しています。岸優太は金プリ脱退後も、長瀬角のラジオ番組にゲスト出演し、高橋山と共にサプライズ共演を果たしました。この時、岸優太は長瀬角に向けて、5人でまためしい行こうよ、と話し、その後、高橋山からの、今年中でいい、という要望に対して、 任せて、と答えています。岸優太と長瀬角、高橋山との関係性は、事務所を辞める前に結ばれた、約束、によって強固なものとなっています。これにより、ファンたちは再会を待ち望んでおり、特に大晦日に5人での食事会を果たすことが期待されています。今年の12月、再会の後期 今年の12月は、キンプリメンバーのスケジュールが調整しやすい状況にあります。紅白、歌合戦やカウントダウンコンサートがなくなったことでリハーサルや練習打ち合わせの必要がなくなり各メンバーのスケジュールが比較的空いていると見られています。特に来年からは忙しくなる見込みのナンバー I にとっては今年の12月が再開の後期となるでしょう。 これに対してファンは岸シユタが高橋山の今年中でいいという言葉を守ることを期待しており、SNS 上でも再会への期待が高まっています。岸シユタが漢字として再会を実現できるのか、それが注目の焦点です。普遍の友情、キンプリ再会への願い。 キンプリの脱退騒動が発表された2022年11月4日以降もメンバー間の不仲説が噂されることはほとんどありませんでした。実際、メンバーの交流は続いており、岸優太が長瀬角と高橋山との再会を望んでいる姿勢は、ファンにとっては感動的なものです。 かつては、旧ジャニーズタレントが脱退メンバーと再会することが難しい雰囲気もありましたが、最近ではそれが一般的になりつつあります。例えば、ニュースの小山健一郎が山下智久との再会を SNS で公開したことなどが挙げられます。これを踏まえると、キンプリメンバーが再会し、その様子を報告することは不自然ではありません。キンプリメンバーの再会が、 期待される今年の大晦日。岸優太が長瀬角と高橋山との年内の誓いを果たせるかどうか多くのファンが注目しています。旧ジャニーズ事務所を離れてもメンバー仲は健在で再会の舞台が今年の12月になる可能性が高まっています。ファンはこれまでのキンプリの歩みとともに再び5人が集結する瞬間を楽しみにしています。 シユうが再び仲間たちと笑顔で食事をする姿がファンの心を温かくすることでしょう。